トゥーヒーローズからトベファーストスーパーライブーが東京ドームで幕を開ける。3月14日から17日まで東京ドームでトベ所属アーティストによる初のコンサートトゥーヒーローズからトベファーストスーパーライブー以下トゥーヒーローズが熱狂的なファンたちを前に開催される。この4日間にわたるスペシャルなイベントは 世界中の音楽愛好者と共にすることを目指し、17日の公演は Amazon プライムビデオを通じて世界同時配信される予定だ。とべは滝沢秀明によって昨年3月に設立され、1年を経て数々のライブイベントを成功裏に終えてきた。所属アーティストたちは、それぞれの音楽活動を通じて個性と才能を発揮し、多くのファンを魅了してきた。 派その中でも最も作品を発表しており、昨年12月の B.U.N.K. ショーケースインキョーセラドーム大阪への出演や CDTV ライブ、ライブ、年越しスペシャル2023、2024、ミュージックフェアへの多数の出演など、積極的にステージに立ち、音楽を広めている。最新曲、フローでは全編英語詞に挑戦し、グローバルな展望を明確にしている。今回のライブは、 その夢に向かう一歩となるでしょう。一方で、ナンバー、アイは、ゴートを通じてグローバルな挑戦を表明しており、滝沢によると、グローバルに挑戦できるような楽曲にしたいという本人たちの意向を反映させています。MV 再生数も3900万回を突破し、彼らの世界進出への期待が高まっている。トべに参加したアーティストたちは、それぞれの音楽で国境を越え、 世界中の人々に感動とエネルギーを届けようとしている。滝沢秀明はアーティストの皆さんがなぜ飛べに来たのかという答えを出さなきゃいけないと思うと語り、それぞれのアーティストが飛べに来た意味を問い直していることを示唆している。アーティストたちは音楽を通じてその答えを表現し、自らの覚悟や夢を共有している。例えば、北山博光は、ベッドという楽曲で人生の選択について歌い、 自らが大きな選択をしたタイミングであることを明かしている。彼の歌詞には、サイコロを振ることで引き返せない道を選んだ覚悟が込められている。ベッドは、彼の人生と音楽への真摯な向き合い方を表現している。飛べのアーティストたちは、個々の音楽を通じて、自らの存在意義を模索し、飛べでの新たな挑戦に向けて自問自答している。トゥーヒーローズは、 その挑戦と成果をファンと共有する場であり、アーティストたちの生き様や音楽への情熱がステージ上で輝くことでしょう。彼らのパフォーマンスを通して、飛べの新しい城が幕を開けることを期待しています。飛べエンターテインメントのアーティストたちは、なぜこのエージェンシーに来たのかという答えを自問自答し、それを音楽作品に込めています。各曲には、彼らが追求するもの、自分たちがどうありたいかという思いが詰まっています。 トゥーヒーローズは、その思いをファンと分かち合える素晴らしい機会となるでしょう。この4日間のライブは、単なるエンターテインメント以上のものであり、トゥエンターテインメントが新しい時代に向けて歩みを進めていく証でもあります。彼らの決意や覚悟が込められたステージを、心から楽しみにしています。トゥエンターテインメントのアーティストたちが、新たな賞を刻むこの瞬間に立ち会えることは、ファンにとって特別な瞬間となることでしょう。